とは音名の、C、をド,としドレミファソラシドを解明では、楽器演奏をする際の楽譜の読み方は固定度が使われることが多い。ドレミファというソルミゼーションは、グイード・ダレッツによって考案されたとされているが、当初は解明として用いられるものであった。その後イタリア、フランスにおいては、ドレミファソラシドは解明よりも音名として定着し、 これらの国では現在では解明にはジャン・ジャック・ルソーの考案した数字符が使われている。一方イギリスでは19世紀前半に矢を母音の変化で表すトニック・ソルファが考案されるなど、英語圏ではドレミファ・ソラシドは解明として用いられ、音名には英語式音名が用いられる。ドレミファ・ソラシド音名にも解明にも用いているのは日本のみであると言われており、 音楽教育界に混乱を招く原因ともなっている。現在では、クラシックの教育機関、楽器演奏では固定度、ポピュラー音楽の教育機関、声楽では移動度が一般的であるが、移動度と固定度のどちらが実際に有効的であるかはしばしば議論される。日本の学校教育においては、小学校、中学校とも学習指導要領において適宜、 移動度商法を用いること、と定められていて、移動度の使用が一般的であるが、使用教材や児童、生徒の実態に応じて適に使用されるものであるため、固定度が使用されることもある。佐藤吉五郎、私はなぜ固定度を主張するかドレミ式、固定音名称マイナスより、改め移し、重英音と重変音は、原図でも省略。固定度では蝶に関わらず、 解明ではなく、音名として、ドレミファソラシが使われる。ドイツ語式音名や英語式音名など、イタリア語式音名以外の音名を用いる場合は、単に、音名称、または、音名商法などと呼ばれる。日本の学校教育において、固定度音名称を実践する教員たちの間では、英音や変音の音名をどう読むかについて、しばしば問題となってきた。佐藤吉五郎らが推奨。 実践したドレミシキコ低音名称では、それぞれの A 音にデリマフヒサイアテ、変音にダルムホセロチを当てた。西塚智光は異名動音を整理し、12音のそれぞれにドデレリミファフィソサラチシを当てた。ピアノ鍵盤との対応。ありがとうございます。